私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。そしてそんな町にまた一人引っ越してきたママさんが、その人の名前はのぞむさん。話してる感じだと悪い人ではなさそうなんだけど、これからどうなっていくかだよね。なるみさんが行くピクニック、私も行く。ピクニックって明日行くやつだよね。私誘われるの待ってたのに全然誘ってくれないんだもん。私も仲良くなりたいから行くね。じゃあそういうことで。いやちょっと待って、急に行くって言われてもはいそうですかとはならないよ。なんで？実は明日行くピクニックには大学の時の友達と行くの。そうなの？だから来たとしてものぞむさんは話に入れないと思うんだよね。それに初対面だと気まずいでしょ。私は大丈夫、なるみさんとだけ話すから。私なるみさんを見た時にビビッときたのよね。だから他の人とは喋らずになるみさんとだけお話ししておく。気まずいって言ったのはあなただけじゃなくて私の友達のことも言ってるんだけど、気を使いながらピクニックなんてお互いに大変でしょ。それに友達と話さずに私とだけ話すっていうのも感じ悪いと思うし、だってなるみさん以外今後私と関わりのない人たちだから、仲良くして媚びを売っても意味なんてないでしょ。はあ、今度改めてピクニックには誘うから。いやだ、私はなるみさんとすぐに出かけたいの。明日お弁当を作ってなるみさんと一緒に行くんだから。急に言われても困るよ、そんなわがまま。わがまま言ってるのはなるみさんの方でしょ。冷たい人なのね。ならいいわ。ふん。ひまわりとのぞむのLINE。あなたなるみさんと仲がいいんでしょ。そうですね、私とゆりはなるみさんと仲良しですよ。ゆりさんはちょっと怖いからお願いできなかったの。初対面でゆりを怖いって言うなんて見る目があるというか、なんというか。あの人笑ってるのに全然笑ってないっていうか、品定めされてるみたいで。大当たりなんですけど、まあ。私に何をお願いしたいんですか。明日のピクニックに私も連れて行ってほしいんだけど、なるみさんから断られたからあなたからお願いしてくれない。明日のピクニック、私とゆりも行くんですよ。そうなの？ならなんで私のことを連れて行ってくれないのかな。なるみさんに今連絡したんですけど、明日はダメだそうです。他の日に改めてお願いしますとのことです。私は早くなるみさんとお近づきになりたい。焦ると逆効果だと思いますよ。ゆっくり距離を詰めるのがなるみさんと仲良くなる秘訣です。いろんな意味で。役に立たない人ね。え？もういいわ、あなたに頼んだ私がバカだった。なんで私怒られてるんですか。次の日、なるみさんが私のことを連れて行ってくれないって言うから現地集合することにした。やっぱり諦めてなかったのね。私はなるみさんと今日おしゃべりしたい気分だった。だから絶対に諦めない。今日のピクニックは私も参加。ママ友が二人いるからって他は知らない人なんだよ。私の大学時代の友達は全員無視するつもり？適当な相槌ぐらいは打つから。基本的に喋るのはなるみさん、次はひまわりさんで、気が向いたらゆりさんとも話してあげる。あなたがそんな態度だから今日のピクニックには呼ばなかったのに。別にいいじゃん、もう諦めようよ。あ、やばい、箸忘れた。なるみさん貸して。割り箸は確かにあるけど。あ、やばい、お茶も忘れちゃった。なるみさんお茶もよろしく。は？あ、やばい、私お弁当忘れたから、なるみさんのお弁当を分けてほしいな。あなた最初からそれが目的でしょう。ピクニックにお弁当を忘れてくるってどこのアホよ。ちゃんと早起きして作ったつもりだったけど、あれは全部夢だったみたい。よく考えたらお財布も忘れたかも。なんちゃって。全然面白くないんだけど、勝手に便乗してついてきておいて、お財布もお弁当もないってどういうことよ。別にいいじゃん、なるみさんのお弁当を分けてくれればいいだけなんだし。いっぱいおいしいお弁当を分けてね。集合場所違うけどね。え？あなたが便乗してついてくることはなんとなく分かってたから嘘の場所を教えたの。嘘の場所？あなたが向かってる公園の名前はアシュラ公園。私たちが行くのはそこから車で1時間近く離れてるシュラマル公園。嘘？しかもこっちの公園はすごく広いから多分合流は無理だろうね。桜が綺麗ですごくいい場所なんだ。アシュラ公園は？あなたには申し訳ないけど、そっちの公園はただの小さい公園。
子供たちもあんまり寄りつかないし、どっちかっていうと人もいないかな。ひどい、私が何をしたっていうのよ。断ってるのに勝手に便乗して私たちについてこようとしたでしょ。それもピクニックに来るってお子さんも連れてこずに自分だけ。私はなるみさんと仲良くなりたかったから子供の面倒は見れないの。どうせ一緒にお出かけするなら私はお子さんとも話したい。私は無理、子供の面倒を見ながらママ友と話すなんてできない。よくそんなので今まで生きてこれたね。なんなのよ、本当にこの公園誰もいないじゃない。っていうか近くに神社みたいなのあるからなんか怖いし。そうなんだよ、それも寂れた神社だからさ、悪い噂が出回ってそこの公園人気ないんだ。私をこんなところに一人置き去りにするほど私のことが嫌いなの。あなたがお弁当を忘れたとか言わなかったらちゃんとこっちに呼ぶつもりだった。本当のことを話して待っておくつもりだったんだよ。なんでそんな遠回しなことするのよ。私のこと嫌いなの？引っ越してきたばかりのママさんにそんな冷たいことして楽しいの？私変な人に好かれやすいからさ、財布も持ってこない、お弁当も持ってこない、私の大学時代の友達とも喋らない、そんな人と一緒に食事をしたいとは思えないから。そんな悪魔。何とでも言って、私便乗する人大嫌いだから。ひどいよ。数時間後、ゆりとひまわりとのぞむのLINE。誰か助けて。あらあら、何をしてるんですか。まったく、誰か助けてよ。何があったんですか。あの後公園でなんか落とし穴みたいなのがあって。落とし穴というか、ちょっと掘った跡があってくぼんでいただけです。そこで足をくじいちゃったの。え、それだけですか。それだけって、足すごく痛いのよ。そのせいで車の運転ができなくて、今車の中にずっといるの。周りも暗くなってきたし、さすがに寒い。なるみさんにはスマホ見ないでいいと伝えているので返事は来ませんよ。だからか、全然返事来ないし、旦那にも助けてって LINE してるのになんで無視するのよ。あれ、旦那さん確か今日携帯壊れたって言ってましたよ。そうなの。夕方偶然会ったんですけど、携帯の電源がつかなくて明日携帯ショップに行くらしいです。でも帰ってこない奥さんを心配してる風ではなかったですけど。なるみさんの家に泊まるから今日は帰らないと、のぞむさんがあらかじめ言っていたんです。え、なんで知ってるの。ゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことを調べ尽くしてるんです。24時間365日監視してるんですよ。あ、でも数日前に引っ越してきたばかりののぞむさんの情報はそこまで多くないかもしれませんけど。そんなに仲良しなの。そうです、私はなるみさんの一番の親友ですから。勝手に家に泊まることにするなんてずうずうしい人。お願い助けて、寒くてきつくて痛いな。他に助けを求める人はいないんですか。私のこと調べたんなら知ってるでしょ、友達いないもん。ご両親とか。母子家庭でお母さん今ぎっくり腰で入院中。そうだったんですね。今すぐ助けに来い、来い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 、早く来い。私のなるみさんにあんな態度をとっておきながらなぜ助けないといけないのですか。あなたのなるみさんじゃないもん、みんなのなるみさんじゃん。人は誰のものにもならないんです。確かに正論といえば正論なんですけど、よりにそれは逆効果だと思いますよ。なるみさんは私の親友です。あなたたちのようなアフォーの友達ではありません。なるみさんは私のことを助けてくれた女神様。それなのになるみさんの周りには宝落としたり怪我をさせようとするアフォーばかり。なるみさんはその被害にずっと遭っているので、ゆりが守ってるんです。そんなの知らないし、私には関係ないじゃん。いいから今すぐ助けに来てよ。なるみさんのお弁当を奪おうとしてましたよね。それは違うもん。なるみさんの大学時代のお友達のことは何も考えてませんでしたし。そんなことない。あなたの今後のことは私も考えていましたが、私からなるみさんを奪おうとするなら話は別です。別に奪おうとはしてないじゃん。迷惑をかけようとしたことは間違いないですよね。だから違うって言ってるじゃん。みんなして私をいじめないでよ。被害者面しないでくださいよ。え、何この音。はい、なんか鈴のシャリンシャリンって音が。こんな夜にそんな音するわけないじゃないですか。けどあそこっていろんな噂があるから、もしかしたら。やめてよ、私ホラー無理なの。
なんか一度私の息子があそこで狐の面をつけた子を見たとか、他の噂では髪の長い赤いワンピースの女の人がとか。やめてって言ってるでしょ。確かに言われてみれば、あの場所に行くとなんか寒くなる気がします。無意識のうちに遠ざけていた場所かもしれませんね。赤いワンピース着た人見えた。え、あらあら、次見た時はいなくなってたけど、怖い怖い怖い。うわー、びっくりした。遠くでクラクション音が聞こえた。はあ、本当に一人で騒がしい人ですね。とりあえず足の痛みを我慢して車を出すしかありませんよ。だって本当に足が痛いんだもん。怖いよあなた。めちゃくちゃ泣いてる。あのさ、なんかさっきから感じてたんだけど、この人本当に独居なの？なんか小物臭がするというか、なんというか。しょうがないですね。今回の人本当に独居なのかな？ユリだったらもう調べがついてるんじゃないの？なるみさん、怖い、痛いよ。なんで？なんか私もうすうす変な気がしてたというか、私のなるみさんにプチ迷惑をかけて私からなるみさんを奪おうとしたんですもん。あ、これはなんか知ってる口だな。まあこれぐらいで今回のお仕置きは許してあげましょう。これぐらいのお仕置きで許すってことはやっぱり。はい、この人は。この人は超絶武器長さんです。は？なんでこうなるの？私はなるみさんと仲良くできると思っただけなのに。いろんな人と仲良くするのが得意じゃないから、一人ずつ仲良くしようと思っただけなのに。ちょっと待って、じゃあつまり純粋に私と仲良くなりたかっただけ？そうだよ。大学時代のお友達と口を聞かないって言ったのは？不器用だからいろんな人と仲良くできないみたいです。子供を連れてこないって言ったのは？子供を連れてきて子供の世話をしながらママ友との距離を深めることができないからだそうです。そう言ってたじゃん。いや、一言も言ってないから。綺麗に誤解されるようなことしか言ってなかったですよね。最初から言ってたもん。でもじゃあなんで財布を忘れてきたとか、お弁当を忘れたとか。そうですよ、私のお弁当を奪おうとしてたんですよね。はぁ、それも調べてみれば本当にくだらない理由でした。お弁当交換したかったんだもん。はい、交換？お弁当の交換をすれば仲良くなれると思ったみたいで、忘れたふりをしてなるみさんのお弁当を食べて、その後自分のお弁当を出す、そしてそれを食べさせたかったとのたまっております。そうすれば仲良くなるって言ってたんだもん。どこで仕入れてきた知識なのか。怖い、お化け、やだ、赤いワンピース。とりあえず明日休みだし迎えに行くか。なるみさんがそんなことする必要ありません。変なところで焼き餅焼かないの。そうなると思ったから私がもう迎えに来てます。ゆりちゃん、うわ、ちょっとやめてください。鼻水がつくじゃないですか。このアクセサリーはなるみさんとお揃いなんですよ。鼻水をつけたから鼻を切り落としますからね。やっぱりなんだかんだちゃんとした人には優しいよね、ゆりは。なんだかんだですね。温かいスープ、おいしい。これ作ってくれたの、ゆりちゃん。はあ、これは自販機で買ったスープですよ。何を言ってるんですか。怖かったよ。なるみさん明日暇なんですよね。え、うん。ゆりもどうせ明日はなるみさんのストーカーで暇なんでしょ。何ですかその意。近寄らないでください。せっかくだから子供と旦那さんを連れて私の家に遊びに来なよ。あ、もちろんのぞむさんも連れてね。はい、それいいね。私もなんか話してみたいし、ちょっとかわいそうだし。こんなやつに同情するんですか、なるみさん。だって本当はより最初から分かってたんでしょ。そんなの関係ありません。それなのにこれはちょっとかわいそうだよ。私からなるみさんを奪おうとしたんですから当然で。だから近い。ゆりちゃん、ありがとう、ありがとう。罪悪感と戦っている。あ、のぞむさんの旦那さんの携帯直ったみたいですよ。旦那さんも一緒にお子さん連れて遊びに来るそうです。こんな都合よく携帯が直るんですか。もしかしてそれってゆりの運のせいじゃ。しょうがないじゃないですか。なるみさんに何かすると思ってたので。ほーら、あなたも一緒じゃないですか。私のは不可抗力だもん。あー、なんか楽しみになってきた。
おつまみとお菓子持っていくね。わーい。その後、私たちはひまわりの家に集合してみんなでお菓子パーティー。子供たちも急なパーティーに大盛り上がりで、ゲームをしたりとなかなか寝つかなかった。大人は大人でいろいろ話したんだ。のぞむさんは誤解させたことを謝って旦那さんにも謝ってた。前の地域では不器用な性格のせいで誤解されまくりで友達ができず、今回の引っ越しを機に頑張ろうって決めてたみたい。その頑張りが斜め方向に飛んでいったわけだけど、のぞむさんとはあの後いろんな話をして仲良くなったから、今度改めて家族みんなでピクニックに行く予定。ゆりはなるみさんとの時間が減るのは絶対に嫌ですと言ってたけど、のぞむさんがゆりにベタベタで、それはそれは犬のようにどこに行ってもついていくの。ゆりさんはトイレ、私も行くとか、それを見てうんざりしてたけど強くは言えないみたい。今回のことをやりすぎたってちょっとは後悔してるのかもね。それを見てひまわりが焼き餅を焼いてたのはここだけの話。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。